おはようございます。おはようございます。ボアさん、斉藤です。前回の動画で設営からちょっとレイアウトの紹介までやったんですけど、はい、結構いい時間になってきて、4時、4時だよね。いい時間じゃない、なんか薄暗くなってきた、もはや すごいさ、いいとこなんだけどさ、下が濡れてるからさ、ニコメリさん散歩行きたいんだけどね、行けるかな。めちゃめちゃだよ。行ける？ちょっと見てこう、地面。いや濡れてるわ。道路もちょっと厳しい。明日になったらできる。明日歩く？そうしよっか。メリとか無理じゃない？そうだね。ただでさえ嫌いなの。座っちゃうからね。はい、ということで今日は、三景園オートキャンプ場に来ております。1年ぶり2回目。はい、雰囲気すごくない？そう、キリってるよ。キリってるね。もうそこがキリってるじゃん。あれ、なんかさっき、あれ、青空もうなくなっちゃったの？そう、今霧の中です。え、本当だ。うん、すごいね。すごい、さっきまで青空だった、うん、で、今日のね、スタイル、このルーフテントにアネックスっていうカーサイドをつけてやってるんですけど、はい、あの前回の動画でレビューしてますので、ぜひそっち見てもらえたらなと思います。そして今回はゆうさんたち2回目、うん、一緒にキャンプしております。はい、あれ新しいテントですね、この間動画でやってたね、エアテント。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。よいしょ。もう今霧の中に包まれてるって知ってました？なんか急に。本当だ、すごくないですか？さっきまで青空だったのに。すごくない？うん、何にも見えなくなっちゃった。すごい。動物怖いね。これ新しいですか？これもともとあったですか？これ持ってはいたんですか？これは持ってたんですよ。そうなんですね。ソロの。へぇ、外、あ、外の。あ、すごい。ソロの、使いやすそう、ツーバーナー。外、うん、あ、外の。外のブランド名が全然多い。そう、外のね。で、ここもね、風防はあって。あ、そうなんですね。今これ使ってるんで、使わなかったんですけど、確かに、はい、ここも風防があって、とりあえずちょっとは防げる。あ、これ使ったら風防無理だね問題あったよね。そう、無理だね。ああ、そうそうそうなんです、うん、だから取っちゃってます。なるほど、ね、はい、へえ、かわいいこれ、うん、通コンロすごい便利。めちゃくちゃ便利で、ずっとこれ使ってたんですけど。あったんすね。はい、へえ、最初からずっとこれだね。そうだね、うん、へえ。で、これ新しいテントですね。動画を拝見させていただきました。そう、初張りでびしょびしょになった。そうです。2日目めっちゃテンション低かったんですよね。そう、そうなんです。おはようございます。調子だって、雨降るかもしれないってなのに、無理やり持ってきて。今回もね、雨だったけど。そう、今回も、うん、こいつ連れてくると雨なんですよ。雨テントです。でも大丈夫だったんですか、中は？その、浸透はしなかったですか？浸透全然しなかったです。はい、そこは大丈夫だったよね。 POD のチーズタープかぶせてたんで、そこは。そうなんですね。大丈夫でした。なんだっけ、過保護張りってやつ。あ、カホゴバリって言うんですか。そうそう、あのテント全体をこう、もう確かにこう守ってる。そうそう、確かに完全にカホゴバリです。そうそう、一切濡らしたくないっていう。設営も問題ないですか？はい、早いですか？早い。あ、早い。今日僕やってみたんですけど、はい、もう半分ぐらいの時間だよね。あの DOD より、前回の、あ、かまぼこ、かまぼこと比べたらもうテント地の差です。10分の1ぐらい。10分の1ぐらいだよね。そうなんです。感覚的にはもうこれやって終わるみたいな。でもいいサイズじゃない？うん、いいサイズ。そうなんですよ、めちゃめちゃちょうどよくて、もう中にこもるだけならもうこれで。そうですよね、うん、はい。で、タープあれば、タープあれば外にも、はい、はい、使いやすいですね。で、今日はもうこれ雨降らないから、こいつだけでいけるかと、はい、エアテントでいけるか、はい、と思ったんですけど、めちゃめちゃ雨、めちゃめちゃ微妙に降ってくるじゃんと。そう、いや、そう、ハルピンもさ、うん、予報が1時までだからみたいな。そうそう、早めにやみそうって思ってたら、うん、でも僕は最後まで信じないっていうさ。そう、だって今4時だけど、やっとやんだ感じだけど、うん、ですよね。ちょこちょこ降ってきましたよね、うん、だから無理やり車にあったタープを引きずり出して。あ、ね、あ、そうだったんですね。
よかったですね、あって。あってよかったです。前と全然ちょっとスタイルが違いますね。そうですね。前とは違いますね。いや、ちょっと今日もよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ます何にも見えないけど。なんかどんどん霧に。怖い怖い、本当に。景色が確かに踊る。そう、そう、なんか事件起きそうな感じになって。メリーガクブル？うん。ああ、洋服着る？そう。うん。ね、これダウン着る。え？タロちゃんはインナーダウンやん？うん、とりあえずいいかな。いい？うん。ちょっともうちょっと下がったら考える。はい。あの帽子かぶろうかな。あ、ボケボケの？うん。お。パイロットキャップ。これあったかいから。これ枕上に上げとくね。このインナーダウンを、うん、とりあえずこのパーカーの下に入れ込みます。あ、パーカーの下に着るんね。なんか上にどんどん着ていくとさ、まあ、確かに動きづらくて。多分それだけであったかいと思うよ。そうなの。下何着てんのそれ今？ん？下。下？T シャツ？裸。裸じゃね、見えてるから。T。T シャツ着てんじゃん。ここにこれを舞い込みますね、うん、舞い込ませます。このやり方マジであったかいから。最終手段アウターはこれを着ると。はあ、全然寒くないっす。全然寒くないっす、はい、今日のパンツもこれワークマンなんだけど、うん、中が高い素材でできてて、これ今1枚しか入ってないんだけど、うん、全然大丈夫。タロウもあったかグッズいいじゃん。似合う。かわいい。かわいいかわいい。それ耳も作れるもんね。耳作れるよ。なんかさ、飛んでっちゃってる。あ、治った治った。あ、いいいい。こうすれば本当に寒くなったらこれ似合うよ、タロちゃん、うん、そういうの。これ、下ろしたらもう最強。うん、確かに。それで二人とも装備は万全です、うん、アウターは可愛いね、それね。これワークマンの中もこもこじゃん。そう、リバーシブルじゃないんだ。いや、リバーシブルっぽかったよ、うん、あ、ほんとだ、うん、ちょっと名前書いておきますよ。はい。雨だったから嫌だったんだけど。うん、あ、わかる、うん、このボアが、あ、可愛い色。ボアがこっち側になるから、なんとも言えない。めっちゃいいじゃん。めっちゃかわいい。あ、めっちゃいいね。もう雨やんだからこっちにしとこうか。いいね、かわいい、かわいい。高いです。あ、高い、うん、これ寒くないです。前の動き、もう寒くないですから。私のネタ。今日の動画なんですけど、はい、ごめん、何も考えてなくて。なんかせっかくなんで最近買ったちょっと購入品をご紹介したいなっていう感じなんですが、うん、はい、まあでもこの帽子とかもそれこそそうだよね。そう、今年の冬に新調したチェルシーニューヨークの帽子、うん、それも一緒。この僕のも同じとこで買ったんですけど、これね、帽子、うん、あとはストーブとかね、うん、この辺も買いましたし、大好きスモアさんでちょっといろいろ買ったものがあって、はい、それがこの辺とか。これなんですけど、はい、この今椅子に付けてるんですけど、これ2つ買いました。こっちと、私トレーナー買ったんですよ、スモアさんの、うん、でお会計してる時にパッて目に入ったこのボックスが、欲しいってなっちゃって、うん、ポイントはこうやって今みたいに椅子に付けれるっていうとこと、うん、あとはまあ色とかデザインとか可愛さとか容量なんですけど、うん、2人だけでキャンプしてるときはいいんだけど、うん、なんかこういうグルキャンのときとか、じゃあ椅子持ってきてみたいなときに、うん、じゃあシェラカップと、あ、箸もとかなるじゃないですか、うん、そうするとなんかわちゃわちゃしちゃうから、う
これで各自自分のカンクーラー、お箸、シェラカップ、調味料、などなど、全部入ってるんで、これを例えばここにつけとくと、これだけで移動が済むし、今までは一つのバッグに全部入れてたんですけど、二人いるから結構容量がその一つのバッグに重くなっちゃって大変だったのが、二分割できて自分で自分の好きなよく使う調味料とか、いろいろこう入れれるようにできております、はい、なので二つ。でもこっちなんか調味料いっぱいぶち込まれてて、でちょっとほらほらすごい調味料がいっぱい。そうちょっとね、まだ私がこれ今昨日急遽組んできちゃったんですよ、だから太郎ちゃんに聞いてそれぞれ分けようかなって思ってて、今こっちはトングとかグローブとか、はい、外のバーナーとか、でこっちに調味料って感じになっちゃってるんですけど、おいおい分けてもいいかなっていう感じ、はい、このキッチングッズつながりでいうと、これもあスモアのスモアで購入したんですけど、これ試してみたいですね、包丁。そう今日夕飯もつ鍋を作るんですけど、野菜をこれで切ろうかなと思ってて、これかっこよくない、これ柄なんていうの、この なんとかマス柄みたいなだったよね、確か。ダマスク柄、ダマスク、なんで違う、それは違うな、なんて言うんだろう、こうなみなみなみってなってるんだけど、なんか柄の名前ありましたよね、これ、めっちゃかっこいい、これと、この絵の木の感じと、今までのオピネルとかだとちょっと形状が普通の包丁とは違うじゃないですか、で、普通の包丁型も欲しいねってなって、これを買ったんですよね。あとスモアで買ったのが、あとは出た時から欲しかったロゴが入ってるんですけど、コロネブランケットです。コロネブランケット、チョココロネ、うん、包み込みます、あなたを。初開けじゃない、初開け。ケースついてるってさ嬉しくない、こういう風にね持てる、ここにファスナーがついてて、ああなるほど、ブランケットなんだよね。焚き火とかするときに、あ、薪買いに行かなきゃじゃん。え、何時まで。もうだって5時にはいなくなりそうじゃない。え、ちょっとじゃあこれだけ紹介したら、行かなきゃ。焚き火したくない。焚き火したい、焚き火ないと寒い。はぁ、あ、すごい自発。こっちはね、これ見て、スモアのさ、形になってんの。あ、スモア柄のキルティングなんだね。超かわいいでしょこれを、まあこう今ポチポチって、はい、まあ、ボタンもほら、ボタンもスモアのね、はい、それはもちろん普通にかけれるし、こっちもついてるんで、こうやってこうやって、うわ絶対高いよ、でこうやってどんどんパワーアップしていく自分が、あったかここにロゴもついてます。ああいいね。あとはスカート巻きしたりとか、はいはい、いろいろできます。で色違いで茶色とこのアイボリー、この辺をね、最近ゲットしたアイテムで。そうなんです、なんかいきなり冬になったからさ、そう、準備が追いついてなかったんで。そう、いつもね、なんか冬自宅の動画ちょこちょこ出していくんだけど、出しますね。今年はなんかいきなり T シャツからいきなりアウターになりました。そうだよね、ちょっと巻き替え行こう、やばいやばい、今40分なんで行こう、ペイペイで帰るわ。はい、すっごい気になる。すごいんだよ、視界がほぼない。え、大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。すごい雰囲気ある感じになってます、ここ。管理棟が。はい、いらっしゃい。薪を買いたいんです。はい、どうぞ。いいわよ、財布忘れたんでしょ。それ去年見たわよ。でももう途中まで来ちゃって、高速も乗っちゃって。そう。薪2つ。あ、2つで。はい、1600円。はい。はい、どうぞ。めっちゃ面白い。財布忘れたんですよね、前回1回目来た時、これは財布を全部忘れてきたっていうのは、あのオーナーさんが YouTube を見てくださってたみたいです。恥ずかしい。恥ずかしいね。じゃあこれとこれ。はい、1個持つよ。いや大丈夫大丈夫、結局一緒か、片手で持って。なんか重いんじゃなくて、袋いる？重いんじゃなくて痛いのよ、休み休み行きましょう。巻き元、あ、いいこと考えた。何？え、針金持つから痛いんで、ここ元。あ、あ、え、落ちんじゃん。あ、
手トゲ刺さないで、なんかよくトゲ刺さる。あ、めっちゃ楽。ほんと？めちゃめちゃ楽。もうちょい寄せてください、木の方に。可愛いんですけど、キノコが危ないから。危ないんで、まあだいぶ雨で湿気てるんですけどね。そうだ、なんか雨っぽい。え、来た？うん。今日はずっと雨っぽいのかな。めっちゃ晴れて気温が高いっていう話は何だったんですか？都会の情報？そうか。おお。ジンジンでもくさび、くさびなのにジンジン。え？ちゃっていい？いいよ。できた。はい、できました。いかがでしょうか？いいよ。何それ。ゴジダンス。これ買いました、最近。あ、そうだよね。そう、これなんだっけ、アッソブ、これアッソブ、アッソブだっけ、うん、のターボライター、すごいやつ。ファーストモーションさんってとこが作ってる、車屋さんが作ってる、この替えのなんていうの、このグリップ、うん、をつけてるんだけど、これにやっとこのガスを買ったんでガスを入れます、ここに。入ってんのかこれ。うわあ、すごっ。めっちゃすごい勢いじゃん。すごくない？うん。おお。これ絶対飛行機で撮られたくない。撮られたくないね。確かに。今日はこのもつ鍋、博多もつ鍋やります。このね、白もつ豚。めっちゃうまそう。買ったんで、これとキャベツ。とか、はい、ニラとか玉ねぎを入れて煮込むだけです。はいはい、どうですか？お、めっちゃよく切れる。めっちゃよく切れます。よく切れる？うん。いいね。形的には使いやすい？家の包丁みたいに。家の包丁みたい。めっちゃ使いやすい。あ、本当。うん。あ、もはや家です。もはや家。もはや家の包丁。うまそう。うまそうですね。今日はですね、グルキャンなんですけど、はい、ここからはまだ乾杯もしてないので、みんなでご飯食べて語りたいと思います。はい、あ、でもね、ゆうさんの動画でこの後の様子ちょっと撮ると思うので。そう、うん、あの加藤ゆうさんの YouTube の方で動画出ると思いますので、ぜひそちらの方に飛んでみてください。僕らが動画出した時にもう出てれば、うん、概要欄の方にチャンネル貼ってますので、
ぜひ見てみてください。よろしくどうぞ。はい、いや、ちょっと待って怖い顔が。おはようございます。おはよう。いらっしゃいませ。そんなやハーハーする人いないからいい働きっぷりでしょおはようございます。おはようございます。朝なんですけど。朝です。はい、雨降ってるんですよ。晴れはどこへ行ったんだ。晴れ予報だったんですけどね。そう、結局普通に雨キャンでした。そう、雨でした。ずっと、ちょっと焚き火だけつけたけど雨降ってきちゃって。どうでした、初ルーフテント睡眠は。うん、快適でした。はい、あの、あったかいし。あったかかったね、やっぱ狭い空間だから。そう、ただ寝てみて思ったのは、はい、2人全然寝れるけど、ぴったりなんですよね。ぴったり。だから、結露しちゃってそれがくっついてびちょびちょになったっていうのと、こっち側はカーサイドみたいにしてるから平気なんですけど、今回ね、あの奥ね、奥に僕が寝てたんだけど結露しちゃってびちょびちょになっちゃって、まあしょうがないんだけどさ、っていうのと、あとワンコが2匹いるんで、ちょっときつかった。そうだね、2個がもう、起きてすぐトイレみたいになるから、降りて1人が受け取ってみたいな。そう、それがちょっと怖いよね。怖い。だから寝てみて思ったのは、やっぱり僕らの使い方だったら、1人下、1人上、ワンコは2人とも下、みたいな感じ。だからまあ必然的に僕だけが上に行くっていう。ああ、そうなりますね感じかな。そうすると結構広々、下も上も広々使えると思うから、っていう感じですね。で、ルーフテントだけで運用するって考えたら、前にエコテックさんの取材した時に、あの社長が使ってた、でかいやつ、でかいやつ、開くやつ、あっちだったら2人とワンコでも安心かもしれない。トイレも置けるしね、犬の。人間2人だけならこれでもいいかな、全然いい。ワンコなしだったら全然ありかも。そうだよね、自分たちだけ、車中泊できない車だとしたら、あの開くタイプ、4人タイプのやつじゃないと厳しいですね。そうですね。でもすごいテント自体は快適です。ね、使って寝てよかったです。すごい。ここで寝てたんですけども、こっち側ね、こっち側が結露しちゃってて、あ、ほらびちょびちょ、シュラフがびちょびちょ。あとこの元々ついてるこのマットがすごい良かった。これすごい全然腰痛くなんなくて。そのファミリー構成とかによって、そのどういうルーフテントがいいかなっていうのが分かんなかったんで、まあそういうのもあって使わせてくださいっていう話でやってたんだよね。だからめっちゃ良かったです。できて動画で発信するのも試した方が分かりやすいし、やっぱりできるだけ小さいものでいけるんだったら、その方がいいなって思ってたし、道の駅とかだとこういう風にテント広げて荷物出しててできないから、まあ下に半分荷物寄せちゃって一人一人って寝れるっていうのを考えると、めちゃめちゃ楽かなとは思うんですけどね。それはそれでありかなみたいな。そうだね、なんでだからこそこのとりあえず一番ちっちゃいタイプにしてみてよかったね。広いタイプだったら、まあ、それは絶対平気なんですよ。広げるタイプはキャンプ場じゃないとできないんで、できないし、まあ難しいとこっすね。だからでも僕らだったらこの使い方かな。やっぱり一人上に行けて。そうだね、で北海道に行った時ぐらいのキャンプの荷物であれば、全然中で収まるから。そうすると二人中で寝るのはきついから、上下って、そうだね、寝るっていう旅スタイルで行くのが一番現実的かも。そう思いました。キャンプ場じゃない場所にも泊まるんだったら。朝ごはん食べる？
何食べる？春雨です。春雨です。春雨です。いや、そういう、もっとこうだけどね。春雨です。春雨です。春雨、春雨、春雨。ね、おはよう、君たち。ニーニー、おはよう。おはよう。これは大好き大好きシーザー。うへい。いや、そっちばっかり。いや、そい。待って待って、まだ何もかけてないよ。かけないでいけるなら言っていただきたい。まだ。メリー。待て待て。めっちゃ待ってるね。メリー、待ってだよ。ニータン待ってんだから。はい。はい、ニコ。あと。そりゃそうでしょ。どっちがどっち？私。タンタン。タンタン。うん、西タンタン。タンタンタン西タンタン。このマックでさ、キャンプしててさ。この間買ったここに見えてるストーブ、うん、これやっぱ弱いわ。なんかずっとね温度上がんなかった、うん、まあ、こういう感じだからかもしれないけど、うん、ここが土間のスタイルでちょっと冷気が入ってくるっていうのと、あと結構膜がでかいから天井も高いし、うん、だからやっぱりちょっとちっちゃめの膜じゃないと行かないね。なんかドルチェロッチとかああいうさ、ああ、みんなありきのさ、ああ、ああいうお座敷スタイルの幕ならまだいいかも。そうかも。だからストーブもやっぱこのスタイルだったら、あのパセコ持ってこないとダメだね。うん、やっぱパセコだったらこのぐらいの土間で正解な気がする。うん、で、そもそもは倒す用に買ったから。あ、これね。うん、コロナ。トレーラーね。うん、ように買ったんで、まあいいんですけど、パセコ使えば。そんな結果でした。はい、ということで今回ちょっと初のルーフテントとこのアネックスっていうサイドテントでキャンプ来てみたんですけど、ちょっといろいろ分かったこともあったんで良かったかなと思います。うん、ルーフテントをね、この広さがダメっていうわけじゃなくて、やっぱワンコが2匹いるととかそういうことなんで、うん、ルーフテントのちょっと使い方の検証とかもできたし、今度キャンプ行くときはもうちょっとうまく使ってみようかなと思いますので、はい、またぜひ次の動画も見てもらえたら嬉しいなと思います。よろしくどうぞ、はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。斉藤でした。でした。あとは食べたら撤収して帰ります。今やってるんだよね。うん、でもさっき雨降ってきちゃったからさ。そうだね、うん、結局ずっと雨。今回ずっとこう中でおこもりでした。まあでも紅葉見れたし、うん、あの